宇宙っすか。サーカスは足のリムと同レベルで、なんとも。一番声のミサイルとかグイゲルへ。よっしゃ、俺はガーカスが使いたいんだ。須田のアーム上げて欲しかったわら。宇宙、お願い。よし、フルマスプロガン200マシエット、盾だけ積んでいったらなんかすごい高機動になってびっくりわらわら。宇宙でもチャーバズ使えるかな。宇宙はチャーバズやめた方がいいですよ。大変後悔しますよ。当てづらいから。あ、だけど強化されたからどうだろう。シャーゲルも、シャーザクも使いたいんですけどね。シャーゲルいるけどね。いや、シャーゲルは、なんかもうここらもう取っときたい、ずっと。コレクション。コレクションです。ねえ。シャーザクはどこかな。シャーザクもいますよ、この声。シャーザク、次は、シャーザク使おうかなと。あ、まあ、ただ、使いたい機体が多すぎる。まあ、ザク 2J が使えるとかあったから、強襲4機でいきますか。次はね。あ、マリンちゃんも使うけど、いやー、使いたい機体、デッキ8枠にしろ。マジそんな感じですね。デッキが足りねえみたいな。宇宙はマシンガンがね。3桁とか、いつの時代だみたいな。昔のシャーザクレンタルもいますよ、私は。赤い水星の。昔のシャーザク赤い水星特性もいますよ、私は。ごっくお願いします。ごっく押しするね。いや、だから初動で終わるでしょ、超感染状。多分終わるよ。終わんねえかな。出撃する地点を選択してください。いやー、素晴らしいね。いや、今回非常に面白くなりましたよ。実況プレイがね、またね、今ね、実況プレイの方がね、割と1ヶ月遅れなんですけども、多分今年が終わる頃には多分2ヶ月くらい遅れる。ある一時期に大量にやるんですよ、私は。あ、それで実況プレイを取るんですけど、そのおかげでずれ込むわけですよ。だから今、ちょっと、公開を1、2、3音とですね、すごい早足にしてるんですね。あれはちょっと、こちらの事情の調整が入っております。まあ、作戦宇宙は、ケンプは多いですね。拠点を占領した。やべえ。エスケープしたせいでダメだった。重要なるジオン軍兵士たちよ、決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと。それはズズハイさんから第7部で行こうね、行こうと思ってます。かつてある人類は我ら選ばれた。あ、やばい、これ着いた時に壊れてるパターンだ。これ着いた時に壊れてるパターンですよ、やべえな。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせてやらねばならん。今こそジオン国国民は明日の未来に向かって。やべえ、これ B 壊れるわ、絶対壊れる。ジークジオンほら壊れる、絶対それが味方に当たる。ほら壊れた。 おい B オーバーキル、絶対オーバーキル。これで他行ってねえじゃん、ダメじゃん。もうB オーバーキルですよ。ほら。さあ行こうぜ。まだまだここで往年、あれですよ、もうそのうちね、往年の名機ゲル、宇宙専用機なんだっけこいつ、ケンファーとかになっちゃうわけですよ。だいぶ
の耐久値が宇宙専用機ですよ。拠点固くなったの。拠点固くなりましたね。間違いなく固くなりましたね。おい、うわ、俺のシュツルムでボガーンってやろうと思えるとか。我が軍の勝利。ホワイトベースめ。お疲れ様でした。めっちゃ硬くなってます。明日は雨らしいですね。個人評価の報告です。君の勝利への貢献。金塊ストランクがたくさん出る。失礼しました。あれは私が爆散したせいで消えたんです。あれが機体爆散しなければ私の爆散するんで、爆散すると弾もその時点で消えるんです。あれが 本体が残ってれば大丈夫です。まあちゃちゃっと行こう。もう一回行こう、もう一回行こう。はい、へへいへへへい。宇宙なんてもうちゃちゃっとなく、ささっと次ですよ。ね、強襲4機。いや、だけどマリンちゃんも使いたい。さあ、行くぞ。カンドムもジャンプ力が結構上がりましたよね。ドムも結構ジャンプ力が上がったんで、割と実用性は高くなったんじゃないかなという気がします。いいですかね、行きますぞよ。機体も残らなかったら撃った弾も消えるから、それ防ぐために機体耐火抑制があると言ってもいいだろうね。往年の名機、格闘機、編成を。ミサシマリンちゃんえぐいことになってそうわら。ミサシマリンちゃんを、基本的に宇宙は全部レースです。基本的に全部宇宙はレースです。行くぞおめえら、行くぞ。準備をよろしくお願いします。準備の炎よろしくお願いします。なんか割と参戦ボタンポチッと押した瞬間にカチンとかってなっちゃう。今人がね、たくさんいるから可能性があるんで。参戦予約ボタンを押してください。さあ、このちょっとね、ちょっとね偏ってる感じ。いや、アクトザクマレットビームシューター5なんですよ。なのでビームシューターを活かしたいんだが、ただ現状を考えるとビームライフルとかだとでもいいのかな。どうなんでしょうね。パフはそんなに強化されてないんですよ。パフはそんなに強化されてないので、パフは強化されてないからどうなんでしょうね。いや、もう、おい、また宇宙かよ。おい、誰だよこれ。いや、もう宇宙なんてだって大体5分で終わっちゃいますよ。消火戦場は5分もかかんない。またかよ。マジかよ。ドズちゃんの D? はドズちゃんの D2 は入れましたが、青爆わらわら、もうやめよ。ご神体、青幕に会えた。ご神体とか、ここでやってどうすんだみたいな感じ。アクトは CDR からの格闘かな。そう、マレットアクトとアクトでちょっと変わって。これだ、他人のが見れるってどういうこと？あ、ほんとだ、キタンレンドとか見えるんだ、へぇ。あ、ほんとだ。
これはシャーゲルでゼロということだな。わらわら、出 BZ オンラインがお亡くなりになられましたし、どうせ早く終わるんだから銃撃に切り入れてブーストボーナスつけたら。いや、それを以前やったら終わんなかって大変なことになったりするんで、ここはね、そんな宇宙は固定なんですよ。宇宙は大変なことない。ご身体で固定放題になる。入れるんだったらここに。これぐらいだったら別にいいですけどね。そうか、ランキングで見えるのか。まあ格闘ゲーでしょうね。格闘オンライン。まあだけど私はそんな、いわゆる人気機体じゃないところからね、攻めていきたい。っていうかね、使ってて楽しい方がいいんですよね。どうもイフリートはね、いや嫌いじゃないんですけど、私は金は2機かな、グーフカスは。今日作って、新たに作りました。でね、この後ですよ。まあ、来週か再来週、来週なのかな、なるべく早めに出すだろうから、まあ、早くて来週か、12月25日とかの月末。10月にね、じゃあ来週か再来週に、要は GP01 と02が来るんですけど、この量調整じゃんっていうところにやってくるんですよ、ぶっ壊れが。絶対来るでしょ、ぶっ壊れで。だってこれだったら回せなくていいじゃんってぐらいになってくるんで、ここに、なんか、バズーカーでこけるみたいなね。あれ、14000バズーカー持ってるんですけど、みたいな。こんな感じで出るわけですよ。13000バズーカ、ベース13000、ビームライフルもアレックスよりも強いみたいなね。決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはだってあれだけ煽ってるんだから、 GP01-02 は、まあ、それなりに来るよね。ビームバズーカーが果たしてどれぐらい入力なのか、弾速速い、よく高い、初めて永久に生き延びることができる。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせてやらねばならん。今こそジオン国国民は明日の未来に向かって立たねばならん。しかし、その時は時間を置いて敵の本拠点を攻撃中。あっという間にね、みんな召喚戦じゃってぶっ壊れが流行るんですよ。結構いい感じだったのに、行けよみんな。どういう風にぶっこれを持ってくるかっていう話ですね。出撃する地点を選択してください。ほら、赤い子がちょっとだけ出ました。はあ、やべえ、負けた。いやー、だけど GP2 は強いと思うよ。1もね、負けちゃった、踏まれてしまいました。 GP02 のヒットボックスが高い分、結局火力がバカ力でしょっていう感じで、01は火力がそんなにないんだけど速いみたいなね。5号機は流行ってると思いますよ。めっちゃ流行ってると思う。はあ、終わってしまいました。個人評価の報告、宇宙はやめて。
宇宙はやめて。開封するコンテナを選択してください。さあ、チャチャッと次行こう。続いて準備よろ。はい、行くよ。もう予約しちゃう。さて、いい加減で、これ、そう、火力でやるしかないからね。 GP0102 は火力でやる、他のと差別化しなきゃ。で、あれですよね、なんだっけ、何を、GP0102 だけなんかダウン手段を持ってるみたいなね。射撃のダウン手段をなぜか二人とも持ってるみたいな。あれみたいな。戦闘開始までしばらくお待ちください。マリンちゃんが楽しみだではね。戦闘開始まで。おお、来ました。さあ、果たしてここで戦えるのか。これ私初プレイのトリントンです。トリントン、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 トリントン。結構かっこいいですよね。カラースプレーダメとかなければ。来た。さて、ここは、ここは射撃戦だろ、私の中のイメージは。トリントンだ。射撃戦だろ。これなら忍者プレイで暗殺するまではら。2マップ、ようやくか。さあ、第5局地戦わら。俺ここわかんないんだけど、ここ全然わかんないからグッカ先生を入れるけど、わかんねえ。ここ、いや、ちょっとやったけど全くノウハウなし。マシンガンでの削り合いですね。大まかに言うと削り合い。いや、ここはドムトロあれば雰囲気出るよね。わらわら、海のトリトンか。ここはビーコンマップ、え、北の本拠地だよ。コードム、わからん。ま、ま、完全に初めて。絵師肌か。あ、そう。あ、そう。初動レースですね。盛んは、射撃戦ならあったいだ。初動レース、コードムシンは作ろうや。コードムシンはもう何も、ルートがわからないから、まずは、まずはルートを調べなきゃいけない。シーワ屋根じゃないっけ。わからん。コードム来るか。しかも拠点中にいれば切り放題わら。あ、そう、全然わからない。ちょっと、ちょっと、ちょっと、イベントで伝わりましたけど、イベントというか演習で。作戦時間内に敵機および敵拠点を可能な限り多く破壊してください。出撃する機体を選択してください。シーワーレだ、あれ、うん、出撃する地点を選択してください。まあ、ネズミ行くやつは行くんだろうな。ガンガンネズミ狙えるマップです。ガンガンネズミ狙える。出撃する機体を選択してください。こっちで狙おうか。まあ、ちょっとまず初動見つつ、終わ、初動見つつとか言ったら終わっちゃったりしてみたいな。あるんだよな、それ。出撃準備完了。発進してください。気は熟した。出撃する。さて、わからないよ、このマップ。戦いの狼に焼かれていった同胞たち、
私が諸君らの無念を晴らす。やっぱここもレースなの？いや多分召喚戦場は新マップは基本的にレースというのがお決まりですね。手をお貸しします。ここはロカピボキが初めて入ればいいんだよ。わらわらマップ開いたらレースにならない。ほうほう、レベルができるのか。変なロックしまったぜ。合わせリポニアの左側の下元拠点みたいな感じですね。ジャーンプ。あれみんな、そうか。うわー、Z 来てんじゃん。自軍ポイント点 Z の防衛をお願いします。拠点を奪いました。回収完了だよ。ここわらわら。移動した勇士は褒めてやる。お守り切った、ナイスワン。手をお貸しします。落ちろ落ちろ落ちてくれ。楽しんでるわらわら。指揮官からの指示です。やべえ、超待たれてる。破壊行動に専念させてもらう。どっから入るの？お父ちゃん入り方わからない。お父ちゃん入り方わからない。そっちか。あった、あとちょっとだったのに。出撃する地帯を選択してください。出撃する地点を選択してください。マリンちゃん、ミサイルのみのマリンちゃん、マリンちゃん、ミサイルしかねえぞ。挑んできた勇気は褒めてやる。修理しますので、お待ちしております。ありがとう。爆音に気をつけて下がれ。あー死ぬ。マリンちゃんが、僕のマリンちゃんが死ぬ。誰が終了。結構減るね。選択してください。地上脇？お、やった、上じゃん。中央大事じゃねえこれ。マリンちゃんいいと思うよ。火力が結構出るね。だって1枚減るからね。1枚減るからね、マジで。あれは届かねえな。手をお貸しします。こんばんは。ジャンプ。やべえ、アレックスとか、アレックスとか。こんばんは、ようこそ。やべえ、来た来てんじゃん。はい。
すまない、離脱する。ね、ジャンプできるからね。はい、こんばんは。修理ついでに休息しましょう。ありがとうございます。指揮官から指示です。インターネット防衛任務中は。何？そう、いい武器よ。まあ、低コスト2キルかね。マリンちゃん、マリンちゃん。低コスト2キルと大体回りますわな。しかも武器1つしかないから、ボーナスもあるしね。いや、マリンちゃんはロケ種よりももうミサイルですね。ミサイル安定。まあ、マップによると思います。敵コロとかではもうどうしようもないですけど。敵コロとかや、この店でやると、生まれてきてごめんなさいです。機体は再生可能です。修理しましょう。ダメになった。敵の格闘って内臓なの？いや、ね、格闘は内臓じゃないです。エレガントに回収いたしましょう。もう少し頑張れ。みんなのために。よいしょ。ノロクミスピザル、なめんな。やべ、弾がねおー、何もできねえあ、殺せばいい何もできねえ何もできなくなった出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。何もできなかった。もう土下座するしかない。命乞いですね、今のは。もう命乞い。助けてください、お願いします修理しましょう。はいはい、自分ビーコンが作りました。協力させていただきます。ナイスアシュルム、サンキュー。ありがとう。
しましょう。拠点を制御する。ほう、ありがとう。なかなか。ありがとう。気をつけてかかれ。あれあれ、そんなザクスージェの前に立っていいと思うてか。違うのに当たった。あー、こけたー。それはダメだ。あ、そう、今の強行でしたね。珍しい、確かに。いや、いいんでねえですか。数字いいっすね。めちゃめちゃいい。どうした？アイスクールの行きだってもうちょっとましだぜ。言ってますけど。あれ、そうか。フルオートか。フルオートマシンガンと3点式を間違えて今、ずっとフルオートなのに連射してた。さあ、こいつの出番か。こんばんは。俺は行くぜ。行くぞ。大丈夫、俺はマリンで突る。やべ、敵の数が。南来たね。ブーストですよ。ブーストボーナスを手に入れるために。あ、あれ、あ、ここなんだ、ここが。どこだ、ここは。ブーストボーナスをですね、狙ってるわけです。逃げればいいもの。そんなショットガンに似たやつと戦いな、カタタタタッキ。カタタイ、え？カタ、戦い方など。出れねー。その程度か。一点流れ球。当てろ。そうそうそう、当ててくれ。戦いのイロハをご存じないよ。あーべーし。戦い方などいいんじゃないでしょうか。出撃する機体をルッカースター選択してください。だけどこっち側の方がやっつくなんか面白いから。あ、だけど見渡しよすぎかな。上から。手をお貸しします。ガーカスだ。背筋を垂らして出直してこい。ちょっとかついですね。
した勇気は褒めてやる。ああ、裏から。これも戦争だ。面白いですね。おやすみロイビル。面白いし、偵察のね、投げられるんですよね。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。誠にありがとう存じます。あそこはですね、私もこのミソスちゃんが。当たらんでだよ。あー、済んだ。さよなら。明日テストだよ。おー、入った。素晴らしいね。おー、いいのかそれ。ありがとう。ナイス。射程マックスまで伸ばしてから。これ射程マックスのみですよ。おー、マジか。そうそう、今までケンプ一択みたいなのですけど、だってマリンちゃんでもここまで動けるからね。素晴らしいね。おいおいおい、アレックスか。まあ、それでもアレックスか。あ、こっちザクマリーなの。あ、それ無理っす。あれでもうすでにこれで弾半分以上消費してるので、やっぱワンブガトリングガンだと、あの継続戦闘能力がもろ激落ちだと思いますね。わあ、こんな上から行けんのか。なるほどね、ここも中央上を取った。強いって感じですか。自軍艦の破壊が確認されました。敵艦の破壊成功確認。遠方の兵具など意気込みはよし。だが私を舐めてもらっては困る。マリン、かっこマリン。次は誰。射程特性です。飛行がの瞬間に。そう、あの万発でこけてたけど。こけるんだな。Gライン。いや、ザク通じありですよ。なんだこの素晴らしいキャラ。壊れるまで攻撃続行。自分戦力ゲージの残り 30% 以下です。いや、ネタパっていうか全然いけますよ。ネタもあり、アッカイタイかな。アッカイはネタっていうか存在しないこのゲーム。アッカイはネタも何も存在しない。存在できないんだ。わかんない、もしかしたら化けるかな。はい、甘いわ甘いわ。ザクツジェ、ダメんな。めっちゃいくぜ。死んでしまった。いや、いいね、ザク 2J、 すげえいい感じですよ。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。自軍本拠点 F の防御をお願いします。俺がガーカスだ。もっと3秒しかない。走るな。ガーカスがいるじゃないですか。連邦にガーカスがいるじゃないですか。
ロマンの。だってみんなネタ期待くださいって言っても使わないでしょ。わかんないって。いやー面白い、いいですね。個人評価の報告です。君の勝利への、いいんじゃないですか。じゃあ、次がラストになるんで、あ、ドムトローペンの銀石ケースが出るんだ。ここはドムトローペンの銀石ケース。無双 HDR だけだったら結構ネタ期待になれる。ネタというか、自分が、いや最近楽しいですよ、割と。お疲れ様です。よし、じゃあ入れ替え。最後、やりたい人。ちょっと、入れ替えです。カラトスさんがいるじゃないか。そう、カラトスさん。最後、になると思いますが。さあ、何を使おうかな。お疲れ様です。さあ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。支援タンクでもどうぞ。からやりてー、あかん。さあ、上げてくるんだ。お疲れ様でした。グフはね、ヒートロット強化だったんですけど、結局ね、こいつにヒートロット当てづらさすぎるんで、これでいいと思う。そういえばシルビさん、話変わるんですけど、気になってうんちゃんするんです。タンクアイアイもいるよ。あっさいターン。金曜は うんちゃんしないと思う。入座したとこで固まってまいました、汗。さあ、結局ね、グフはあのバズーカーが安定なの、空中でバズーカー撃てるっていうのが大きいので、こんな感じかな。そうだ、ザクツー、私の愛機を。あ、水曜日っていうか昨日やりましたよ。はい、どうぞ。昨日やりましたよ、私は。あ、むしろ昨日と入れ替えですよ。あと2枠、カモン。まずは、はい、あと2名、よかったらどうぞ。あと1名、まだ入ったことない方優先でお願いします。まずはでいなければって感じですね。どうだろうなという感じなんだよね、シャワザクはね。悪い手じゃないんだけどね。いないかな。シャワザクね、多分ね、これがいいんじゃないかなっていう気がしていて、これがね、シャワザクは安定するんじゃないかな。来ないか。じゃあ入った方でもどうぞ。で、次はおそらくラストになると思いますので、よろしく。キックはしない。キックはダメ。シャズゴ。じゃあ行きますね。一枠入ったらよかったらどうぞ。はい。行きましょう。こんな感じの、割と、もうこれ、
もう完全に時代は錯誤ですよ。時代錯誤も甚だしいデッキ。若干スピードが1300で。キックは入れない。キックはダメダメ。比較的格闘寄りですね。エフリート、そういえばエフリート出してねえな。間もなく戦闘が開始。マップにマップ次第。これであれでしょ、宇宙でしょ。分かってんだよ。これで宇宙なんだよ。お、北極基地。極地でございます。キャラクはキックずっと入れてるよ。半年前のガルの栄光を思い出しますな。シルビさん自体が時代錯誤。イフは2段より3倍の短縮ですか？イフは2倍、いや2段じゃないんですか？2段安定だと思いますよ。この人形してやってください。いらないいらない。キャラザクのキックも格闘プログラムみたいな感じでやればいいんですけど、キャラザクはキックいらない。必要ない。さあこれどうやって戦おう。ここのマップ無理、グフとか無理じゃねえの。ちょっと変えようかな。ちょっと無理な気がしてきた。そう、格闘にしました。ショットガンからけど格闘ピーも何で当てにくいですよね。そう、格闘この当てにくさがひどすぎるので。北極だからガンダムでしょ、わらわら。でも宇宙でガンダムにキックとか熱い展開じゃん。さあこの格闘寄りのまあシャーザクでどれだけ粘れるかというですね。もう完全に完全に時代が古い時代の男ですから、オールドタイプです。オールドタイプでございますから、私はこの構成が完全にオールドタイプ。もうこの2機で突っ込むしみたいな感じですよ。カンプのオンラインわらわら。作戦時間内に敵機および敵拠点を可能な限り多く破壊してください。あ、ゲージが出撃する機体を選択してください。まあ、問題はね、このここにさっきも言ったように GP01 がどういう形で絡んでくるかっていう感じですな。なぜマゼルトップなのかっていうのは、空中で当てればなんとかダウンできるんじゃねえのみたいな。 200? あーだけど死ねえかな。ロケ種出撃する地点を選択してください。出撃する機体を選択してください。出撃準備完了。発進してください。もうどうせね、あんなね、拠点には間に合わないんだよね、この構成だとね。お、負けとられるか。お前に負けない。早い。守りが全然いなかったのだ。ゴールドの拠点にガンバ補正に入れたの。そう、このマンダムじゃない、マンバズ入りましたよ。
さあ行くぜ。回収を優先して参りましょう。ちょっと取りますよ。で生き残ったぜ。いやー、いいキャラですね。他局の社宅とか完全に決めんと足でまといはごめんだが、無理して死ぬんじゃねえぞ。させてもらう。その力、私のために使ってもらうぞ。いける。どんな機体でも戦い。ただね、これ表に出るとね、どうしようもないからね。まあ、ここ下からうまく。回収完了です。拠点のダッシュに成功。やべ、自爆した。よいしょよいしょ。ガルバルディ、ガルバルディ。ガルバルディ。ああ。だから何度も言うように、シロドラ焼きはこのゲームに存在しない。生きた。赤いのにこのマップで赤く見えないこの悲しみ。行くぜシャワザク。時代遅れとは言わせない。あー、焦がされた。さよなら、赤かった。チャービー食らった。チャービー、空中チャービーはもう仕方ないですね。さあこれで、片手割れてこけた。いやー、ガルバルディ全然余裕でイケメンでした。あ、マジか、マジか、今の外した。いけてねー、マジかー。出撃する機体を選択し、出撃する地点を選択してください。あー、行くぞ。マジっすか。このまま連邦を放棄。
ちょっと助けてくれないかな。まあ気を取り直していこう。できるだろう。荒削りだが、いい未来。出撃する機体を選択してください。出撃する機体を最強の機体行くぜ。行くぞ。もう寝たくと言わせない。回収優先。まずは回収が先決だ。やったー、ビーコン壊した。もうパーフェクトだよ、こいつ。おい、攻撃食らってねえべ。逃げればいいもの。なんという切実さ。今の食らってないでしょ。全然盾でガードできなかったんですけど。協力させていただきます。おお、キャラが出てきた。ラムズゴックがいたぞ今。ラムズ語ですって。六角機体もなんか強化できてるよね。あー、マジでなんでこけた。おい、助けに来やがった小泉。選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。手をお貸しします。お、チャージ角度。いや、ガルバルディ案外いいかもね。もう一機いけるかなみたいな感じになってた。弾が欲しい。注意っちゃ。所詮格闘一機、まあ行くか。中途半端は良くないね。待って、行こうでもないか。もう立てる。ね、いろんな機体が今までにないほど機体がたくさんいますよね。やっと戦場らしくなった。出撃する機体を選択してください。
前回も1機上がったから、一度目ずつ3周の切符もいけるかな。行くぞ。でも、5号機消えましたね。回収を急ぎましょう。幽霊の調べに乗せて、華麗に打ち続けます。おい、フリート行った。男なら行けよ。あ、惜しい。チクショ。僕は来ましたね。敵軍戦略兵器が発見されました。急いで破壊してください。行くぞ。次は誰？敵戦略兵器の破壊に成功。みんなのために。こんな感じかな？この程度。薄皮一枚傷ついただけだ。盾がもげた。溶ける。あなたには負ける気がしないわ。いや、ダーカスはちょうどいいサイズよ。ラバーを持っていたはずが出撃する機体を選択。出撃もったいない今の。選択してください。ちょっと武器の枠を変えてるからたまにミスるね。あー、立てられた。ジャンプ、やった。自軍戦略兵器が設置されました。起動が進められたらミスです。手を落とす。挑んできた勇気は褒めてやれ。とっておきの兵器運べ。背筋を正して出直してこい。3倍だから死ぬね。たるんですよ。そのこと言って南は出撃する地点を出撃する地点を選択してください。カクカクなんですけど超カクってる。めっちゃカクってる。行くぞ。せめてもの慈悲だ。この動き生きれるか。ごめんなさい。すまない。離脱する。めっちゃカクってる。しかし、この程度。水分補給はね、地味にね、やってるんです、私は。私、絶対。敵ビーコンを破壊しました。悪く思わないで。くそ。今一スピードが乗らねえ。逃げればいいのを一撃で仕留めてやる。これで勝ったと思うな。よいしょ。落とされたな出場よ。ミノフスキー粒子量アレックスです。あのね、気をつけてほしいのはグーの格闘伸び、ま、ある段階から伸びるようになったので根元当たんないんですね。若干後ろに飛んでから切らないと今みたいに今のはあギリギリ右後ろが入ってきましたけど結構スカるので気をつけてください。出撃する地点を選択してください。いや今年はあんまなってないよ。しんどかったけど今年は結構風にも慣れないからなんかもう。ありがとう。助かりました。ラグってるー。かすってるー。かっくんした。かわせなかったよ。悲しみ。やべえ、雑談タイムです。
こっちにしようかな。出撃する地点を選択してください。なかなかね、いや、ガルバリ、ただね、ガルちゃんありですね。やっぱ格闘ゲーかなって気はしてますね。格闘範囲の強いやつは強いですね。リフ界でもそうだし、ガルデバルデは基本的に、それしかもバズーカ持ってるんで、って感じですね。逆にこの中距離で撃つんだったら、グフカスみたいにもう中距離の軽く出るのがある。あとはミサイルポットとか。出撃する地点を選択して、ミサイルポットは案外ありかなという気はしてるんですけど。今年も寝袋ですよ。寝袋安定。ってか、格闘いらねえかなっていう気がしてきた。ぶっちゃけ、格闘の必要性を感じない、この機械。相手寝袋はすげえあったかいですよ。めっちゃあったかいですよ。言いますけど、めっちゃあったかいですから。おすすめ。あー、こうなるとこの機体生きねえな。おい、なんでこけた。スツルムか。スツルムじゃ仕方ねえな。スツルム使いましたね。歩けないやつです。歩けると、歩けるやつよりも歩けないやつの方があったかい。なんかイモムシみたいになりますけど、いやー、格闘いらねえな。あー、いらないということが、別にこいつはそんな振る機会はない。振る機会が全くない。必要なかった。あ、エックス。あ、ガッツリ削られる。これはナイスエックスですわ。お前の任務は終わりだ。あとは、ほんまにやねん。ここは行くしかねえ。ごめん。あと18秒。いけ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 、行くしかねえよ。あやかばは、こけなく、全然こけなくなったから最高ですよ。スツルム以外こけないだろ。空中だ、空中飛ぶとこけますけど。空中をいかに、ごまかしつつみたいな。で、分かってない人みんな結構空中をポコポコ飛んで叩き落とされてると思うんですけど。慣れてない人はね。いや、いいと思いますよ。まあ、ただここに GP0102 が入っているんで、どうなのかなって感じですね。それ次第。まあ、ここに強いのが入ってくるので、多分ダウン手段ぐらい持ってるんじゃないかなと思ってるんですけど。はい、お疲れ様です。ちょっとまたね、新しい方向性をいろいろと模索しつつって感じですね。やっていければなと思います。ちょっとこの子ね、どうしようかなって感じですね。
いやガルバルディが復権ですね。完全な復権ですね。マンバズはこけないですよという感じで、まあその辺はあの追ってブログとかを見ていただけると嬉しいです。まあそんな感じでございました。今回はまあ、生放送とか、まあ、本当はここにね GP0102 というお祭り要素が入ってくればまたちょっと変わってきたんですけど、またまあ今回はそういう形で大きく変わりましたね。大きく変わりました。いやーこれどうしようかなって。ロケシマンバズでもフル強化で計算しましょうか。ロケシは犬とこける。お疲れ様でした。ロケシは270あればこけない。珍しくいい調整でしたね。ロケシは265。オスです。ロケシは265以上の、ロケシマンバズは265以上のバランスがあれば別にこけないです。だから270でこけない。オスでした。お疲れ様でした。12650なんで270あれば基本的にシュツルム以外はこけない。シュツルムの F とかやるとこけますね。あとはバックアタックとか、だから空中で食らわない限りはまあほぼこけなくなったと思っていいと思います。まあ、ただ270キープできる機体ってそんなにないので、まあそんな感じでございました。今回はこの辺でね、終わりつつもちょっといろいろとね、270は結構いきますよ。召喚は結構いきますよ。270割と。こいつ外す。うん、そう。一つ武器一つのだから、フレピックとか、ここに新機体がガツッとくるんで、それがどうなるかってね。まあちょっとこれどうしようかなって感じですね。マゼラとミサイルポットの相性が良かったっていうのが今回、良かったので、3点マシンガンでなくなんかまた案外、マゼロメインとしてバズーカーでやるのもありかなみたいな感じ。ちょっとこいつは今考えない。いや来週か再来週の GP0102 でまた荒れると思うんです。まあ、そこはちょっとまあやってみないとって感じですね。やってみないと分かんないんですけども、これは多分多分これの方がこれだな。やはりこいつはこんな感じですかね。意外とこんな感じな気がします。ザクバズーカ撃ってもとりあえずミサイルに切り替えると即切り替えなので、間を潰せるっていう。もしくはこれでもいいと思うんですよね。サイレントポット M でもとにかくばらまくっていうスタイルでやれば中距離で戦えると思うんです。身の中の人は残念だったな。わらわら何を持つか持つか持たないか、しばらくバズの扱いに悩みそう。そう、修理さんは DP2 とか当てに行きます。いや当てに行くというか、あごめんなさい、終わりです。予約ボタンを押してください。まあちょっとねそういう形で私もちょっといろいろとそういえばフリージードはデッキを考えて、まだねはっきり言いますけども初日です。私もそんなにやってるわけではないので、はっきり言って第一印象での判断になってますんで、こっからまだ見えないなんか新しい機体構成だったりとかが今後流行ってくると思うんですよ。そういうのも含めてまあブログとかでガンガンアプローチしていければなと思うんで、よかったら積極的に攻略情報じゃないですけど出していこうと思うんで、ブログ等々見てもらえて嬉しいです。そんな感じでございました。今回はですね2時間と17分、まあ、20分くらいですね、ガンダムオンラインの12月3日の大型アップデートにあって生放送でいろいろとそういうのをチェックしながら実際の戦闘を送りました。明日は、今日なんですけれども、10時からマインクラフトという形で、まあ、日常通り。で、金曜日はまた、なんか別なのやると思うんですけども、そんな感じでやっていこうと思いますんで、よかったら、またシルビちゃんの10時からお会いしましょう。それですね、また次回、お会いしましょう。先生はいつでも楽しめるよ、わらわら。お疲れでした。はい、ではまた。
どうも最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。じゃあねー。